どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は史上初めて太陽に接近した探査機たちと新発見というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。技術の進歩により人類は探査機を太陽の間近まで送り、その過酷な環境下で直接探査ができるようになりました。現在、ESA のソーラーオービターとNASA のパーカーソーラープローブの2つの探査機が太陽に接近して探査を行っています。それらの探査機がもたらした最新の太陽の発見を解説していきたいと思います。ソーラーオービターの成果。2020年2月10日には欧州宇宙機関 ESA により太陽探査衛星ソーラーオービター以下オービターが打ち上げられ、現在も太陽を周回しています。地球から観測できない太陽の極の部分には太陽活動を解明する上で非常に重要な秘密があると考えられています。オービターはそんな太陽の極を観測するため、徐々に軌道に角度をつけながら太陽に接近していく計画となっています。そしてオービターが地球と太陽の距離の半分程度にあたる太陽から約7700万キロメートル地点にて太陽表面の詳細な映像を撮影しました。こちらが実際にその際に得られた画像となります。この画像から太陽表面における未知の活動の存在が明らかになりました。なんと地球の地上から観測できる太陽フレアの数百万から数十億分の1という小規模なフレアが太陽表面の至るところで起きていたそうです。この新たに発見された小規模なフレアはキャンプファイヤーというふうに呼ばれています。他の太陽活動と比べると小規模とはいえ、このように左下の部分に描かれている円が地球の大きさと等しいと考えると、私たちにとってはその一つ一つが非常に大規模な活動と言えます。現在のところキャンプファイヤーは地球から観測できる比較的大規模なフレアの小型バージョンに過ぎないのか、もしくはそもそもメカニズムが異なる一種の現象なのか、詳細なことはまだ分かっていません。そしてさらに太陽表面が5500度程度なのに対し、その海藻のコロナの温度が100万度もあるという太陽最大の謎とされるコロナ加熱問題の原因として、このキャンプファイヤーが寄与している可能性もあるそうです。さらに2022年3月下旬、オービターは再び太陽に再接近しました。この時、オービターと太陽の距離は約4800万キロメートルで、地球と太陽の平均距離の 32% 程度まで接近し、オービターの耐熱シールドは約500度にまで達していたそうです。再接近時に新たに紫外線で撮影された太陽の南極の動画がこちらになります。赤い部分には閉じた磁力線と呼ばれる磁気構造があり、その内側にある太陽を構成する高温の物質プラズマが閉じ込められています。閉じ込められたプラズマは強力な紫外線を放出するため、このように明るく見えています。反対に暗く見える部分は太陽の磁場が閉じておらず、プラズマが宇宙空間へと流出し太陽風となっています。そしてこちらは同時期に紫外線で撮影された太陽の動画でして、画面中央よりも下側に映っているのはヘッジホック、日本語でハリネズミという愛称で呼ばれているオービターが太陽に非常に接近することで初めて明らかになった新構造となります。これまで発見されていなかっただけあって、太陽の中ではヘッジホックは比較的小さな構造ではあるものの、ヘッジホックの直径は約 2.5 万キロメートルと、左上に表示されている地球サイズよりもずっと巨大な構造です。このヘッジホックについては、現在のところ、その形成過程など正確なことはまだ分かっていません。太陽コロナに突入したパーカー。2018年8月12日、NASA は太陽探査機、パーカーソーラープローブ、以下パーカーを打ち上げました。パーカーの宇宙旅行は7年間の予定で、近日戦において26回にわたり
太陽に接近する予定です。2021年4月、パーカーは人類史上初めて太陽コロナに突入しました。これは8回目の近日点到達時のことです。この時太陽磁場の変動を観測したり、粒子の採取をしたり、探査活動を行っています。パーカーは合計26回にも及ぶ近日点通過の中で、金星のスイングバイを利用しながら太陽との距離を縮めていき、太陽から太陽半径約9個分、約600万 km というオービター以上の超至近距離にまで接近する予定です。最接近時では太陽に最も近い惑星、水星の軌道よりもはるかに内側を通ります。この灼熱地獄に耐えられるよう、パーカーは約1400度に耐えられる耐熱シールドによって表面が保護されています。また太陽からの距離によって光の強さも大きく変動するため、太陽電池アレイの工夫も施されています。太陽最接近時においては地球周回時の約475倍強い太陽からのエネルギーに耐える必要があります。太陽にははっきりとした表面は存在していません。太陽は周囲を超高温の大気に覆われており、強力な重力と磁場によって大気を太陽表面に引きつけています。しかし太陽からある程度離れた場所になると、太陽の重力や磁場の影響が弱まり、太陽大気が太陽風として宇宙空間へと飛び出すようになります。太陽大気と太陽風の境目をアルベン境界面というふうに言います。これまでアルベン境界面の位置はコロナを観測した画像によって推測されていました。その推測によれば、境界面は太陽表面から10から20太陽半径の位置にあるというふうにされています。しかし正確な位置については分かっていませんでした。そんな中、太陽探査機パーカーは2021年4月28日、8回目の近日点に到達した際に、太陽表面から 18.8 太陽半径の位置において、磁気と粒子が特定の条件を満たしている様子を検出しました。これはパーカーがアルベン境界面を通過したことを示しているといいます。この時、人類は初めて太陽大気の内側に探査機を送り込むことに成功しました。また、今回の近日点通過で、パーカーはアルベン境界面の外部と内部を何度も行き来していたことが確認されています。単純な公転軌道を持つパーカーが何度もアルベン境界面の外部と内部を行き来していたということは、アルベン境界面は芝生地であり、凹凸した形状をしていることを示しています。これまでアルベン境界面の位置は正確に観測されていませんでした。今回の観測によりアルベン境界面の太陽からの距離と形状を知る手がかりを得たのは大きな進歩であると言えるでしょう。パーカーはコロナを通過する際、搭載されたカメラで宇宙空間を撮影することに成功しています。今再生されているのはパーカーが撮影した実写画像を組み合わせて作成された太陽コロナ内の実写動画となります。左から右に流れている線はコロナ内に存在する流線、ストリーマーと呼ばれる構造です。正真正銘、人類が初めて太陽大気内から直接撮影した史上初の実写動画となります。今回紹介したオービターとパーカーは今後さらに太陽に接近していき、新たな発見がもたらされることが期待されています。私たちを生かしてくれている太陽が本当はどんな天体なのか、解明されるのが今からすごく楽しみです。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙系の動画を普段から投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録お願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。